どうもこんにちは、今回はですねこちらのテント、覚えてらっしゃいますでしょうか、ワンティグルスのですねロックシールドというテントなんですけれども、このですねテントというかシェルター作りも良くてですね、かなり広々としてるんですけども、ちょっとね難点がありました。難点っていうのは何かっていうと、季節をすごく限定するっていうこと、春とか秋はいいんですけども、夏はねご覧の通りガランドなんで虫が来たりしてですね、このままではちょっと過ごせないという感じでした。なんですが今回はですね新商品として発売される、こちらのねインナーテント、こちらをご提供いただきましたので、ちょっとね使ってみたいなと思います。もうすごくシンプルですよね、インナーテントなんで、一応ペグがついてます。ペグとね黒いロープです、これがついてます。なんだこんなのもありますね。まあこれは後で使えるところがあれば使ってみましょう。まずはこの四つ角ですかね、四つ角を打っていく形になるかと思います。で打ち終わったらですねこの紐を引っ張るとこういう風にキュッとなります。これをね4つ全部にやっていきます。まずですねワンティグリスさんに言いたいのは、説明書がないんで全く分かんないです。全く分かんないけど、これをねどうやら上に持ち上げてくっつけるということみたいなんですけども、まあ、これに関してはこうちょっと伸ばしてみますね。ロックシールドだとたわないんですよ。たわないので、まあこれついてましたね、さっきこれついてたので、まあちょっとこれでね延長しちゃいましょう。延長して一回抜いて引っ掛ける感じにしましょうかね。よいしょ。さあこれで引っ掛かりましたが、これでいいのかな。一応ねそれらしい形にはなってます、それらしい形にはなってるんですが、例えばここはね止めるところがないんですよ、ロックシールドって。なのでどうするべきなんだろう。この横とかもですよね、横とかもそのままなんですが、あ本当はこことかをポールに通したらいいのかな。ポールに通すとちょっと安定するってことかな。さあこんな感じでやってみると、インナーテント取り付けができました。でこれがね結構考えられてるなっていうところとしては、この下がですねバケツ状になってます。バケツ状になってるので、水とかがね入りにくい作りになってます。はい、そして今ですねコットを入れてみました、ローコットですね、ローバージョンにしたコットを入れてますが、どうだろうな、まあ、標準的な大きさのコットだと思うんですが、まあ、普通に入りますね。そしてファスナーですが3方向に開くようになってます。まず上方向、右方向、左方向という感じで開けるようになります。ちょっと入ってみましょうね。今ですねローコットで寝そべった状態で映してます。こんな感じの世界になりますよ。まあ、これねこんな感じでメッシュになってますので、虫が侵入してくることはないでしょう。で、まあ、このインナーテントのいいところはですね、これ単体でも使うことができるので、例えばねタープと一緒に使ったりとか、ロックシールドを持ってなくても別のテントでも使うことができると思います。まあ、予備の蚊帳として持っておくっていうのもいいんじゃないでしょうか。さあちょっとサイズをね見とこうと思います。何センチぐらいあるのかな、だいたいね横幅が90センチぐらいでしょうか。90センチぐらいで長さですね、長さがだいたい210センチぐらいです。まあこれだけあればねソロであれば余裕だろうという感じがします。この紐ですね、紐の余裕をですねだいたい20センチぐらい持っておいた方がいいかなと思います。で次に高さがですねだいたい130センチぐらいでしょうか。130センチぐらいで
もともとついてたゴム紐には145センチぐらいの高さがあります。ということで今回はワンティグリスのインナーテントをご紹介してみました。ロックシールドにも取り付けられるので、これからの季節ですね、ロックシールドが活躍する機会も増えるんじゃないでしょうか。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは